海峡植民地、海峡植民地、海峡植民地、英語、ストレーツセタルメンツ、1826年から1946年は、19世紀から20世紀前半にかけてのマレー半島におけるイギリス植民地の名称。1826年に、東西交通の要衝マラッカ海峡に面している、ペナン、マラッカ、シンガポールよりなる植民地として形成された。 1886年からココス島とクリスマス島が1906年にラブアン島が編入された。なお、マレー語に忠実に記すとすれば、ピナン、ムラカなどと地名を表記すべきであろうが、以下はイギリス支配下の行政区としての海峡植民地についての記述であるので、英語の発音に準じて地名を記す。イギリスは1623年に モルッカ諸島のアンボン島で起きたアンボイナ、虐殺事件を契機として、東インド諸島から全面的に撤退を余儀なくされ、インド経営に専念するが、18世紀後半以降、中国との関東貿易が流盛し、また19世紀初めのナポレオン戦争の結果、東インドを支配していたオランダの勢力が後退したので、再び東南アジアに進出するようになった。 その共同歩となったのが、マレー半島である。1786年カントリートレーダーのは、マレー半島西海岸のノスルタンと条約を結び、イギリス東インド海車両として、ペナン島を獲得した。インドは大陸と中国を結ぶ、中傾港、マラッカ海峡地域の産品の集積基地、ベンガル湾伊東の海域における海軍基地が必要とされたために、 イギリス東インド会社は道東を確保することになった。クダ王国はタイのアユタヤ王朝やブギス族などのマレー人勢力から国を守るために強力な後ろ盾を必要としていた。ペナン島はプリンスオブ・ウェールズ島と命名されジョージタウンが建設された。また1800年にはクダ王国よりペナン島対岸の土地が獲得されウェルズリー州 プロビンスウェルズリーと命名された。ただし、1799年前後までは、イギリス東インド会社の中継校としてはアンダマンも、また候補に上がっており、ペナン植民地の地位が確固としたものとなったのは、1805年に、英領インドの第4番目の管区、プレジデンシーとされてからである。以降、ペナン島には、イギリス人の知事が派遣され、ベンガル総督の管轄下に置かれた。 関区の地位は1826年に成立した海峡植民地に引き継がれることになる。ペナンはフランシス・ライトが自由貿易港と宣言したため、周辺海域より商人を多く集め、急速な発展を遂げた。1801年、自由貿易港の指定を解除したために一時、衰退したが、海峡植民地成立によって、再び自由貿易港となった。 ただその経済的繁栄は次第にシンガポールに奪われていった後日。マラッカ海峡を望むマラッカの町は1645年以来オランダの支配下にあったがフランス革命の余波を受けてオランダ本国がフランスの勢力下に入るとイギリスは1795年にマラッカをはじめとするオランダ領東インドの各地を占領した。 ナポレオン戦争終結後の1818 18年、イギリスは同地をオランダに返還したが、その後、1824年の英乱協約によって、イギリスはスマトラ島西海岸にあった英領ベンクーレン、植民地と引き換えに読んだから、マラッカを獲得した。それまでイギリスとオランダの植民地が、マレー半島とスマトラの各地に混在していたが、この協定で両国の植民地の境界が、 大まかに惹かれた今日のマレーシアとインドネシアの国境線はこれに由来する。シンガポールはこの島の地政学的重要性に目をつけた東インド会社員トーマス・ラフフルズによって1819年にジョホール王国から割上された。以後イギリスはこのシンガポールを自由貿易港に指定して東南アジア貿易の拠点とした。シンガポール港は 中国をはじめとする各地との貿易が急増したことで、次第に経済的に台頭した。中国で起きたアヘン戦争後の1845年、香港とシンガポールを結ぶ定期航路も開設された。欧州との関係では1869年に開通したスエズ運河が遠洋航路の所要時間を短縮した。1826年、 イギリス東インド会社はこれら3植民地を統合して海峡植民地とし、インドのベンガル総督府の管轄下でペナンに海峡植民地知事が駐在した。行政府となったペナンの人口は1860年には12万5千人、ウェルズリーを含むお数を海峡植民地中主位であった。ただし、19世紀のシンガポールの経済的成長は目覚ましく、 1832年以降はシンガポールが行政府となる。しかし、シンガポールの経済的発展とは裏腹に、東インド会社にとって、海峡植民地はあまり利益を上げない、お荷物であることが明らかになっていった。1826年の成立以来、海峡植民地は自由港だったために、関税収入が見込めなかった上、当初期待された、高齢取引による利益も、 香料自体の価格の暴落によって期待できないものとなったからである。1805年にペナンが英領インドの4番目の管区に指定されて以来海峡植民地はそれを受け継いでいたが、1830年にはとうとうその地位が剥奪され、レジデンシーに降格されてしまった。なお、降格後も行政の長の職名は知事、ガバナとされる観光が続いたが、 英両インドの行政官の秩序の中では、ほぼ完食扱いであった。他方で、アヘン戦争以来、海峡地域には中国からの移民が流入し、労働力を提供したが、その秘密結社が治安上の問題となることもあった。それにもかかわらず、インド政府側は、海峡植民地の治安や公共政策への出費に、積極的でなかったため、シンガポールを中心に活動していた。 海峡商人たちの間で不満が高まる要因になった。シンガポール在住イギリス商人たちは、海峡植民地のインドへの従属に反対し、インドからの分離と議会の設立を訴えた。その要請に応えるとともに、海峡植民地の財政が、印紙法の成立によって、バラスが取れるようになったため、1867年、海峡植民地は、 イギリス植民地省の管轄に移された。東インド会社の所管を離れても、海峡植民地の名前はそのまま使われ、ロンドンから直接派遣される。新知事はシンガポールに駐在した。マレー諸国に対する、インド時代の海峡植民地の基本的姿勢は、非介入政策と呼ばれる。財政的に、お荷物の海峡植民地の重荷をさらに増やさぬよう、 なるべく消極的に運営されるべき植民地とみなされたのである。この姿勢に転機が訪れたのは1873年の知事アンドルー・クラークの着任によってである。ペラの内紛を調停するという名目のもとに結ばれた1874年の以来、イギリス勢力は積極的にマレー半島に介入していくようになる積極介入政策。 マレー半島西海岸のスルタン諸国に参出する、鈴の利権を確保するという、実質的な利害関心もこの動きの背後にあったと、される。19世紀末には、ペラ、スランゴール、ヌグリスンビラン及び、後イチパハンのマレー系スルタン国に次第に、介入していった。これらの4カ国は、1896年にとされ、東刊がクアラルンプールに置かれた。ここにおいて、 イギリスの直轄領域である海峡植民地と間接統治を受ける保護国からなる英領マラヤが成立した。また、クランタン、トレンガヌ、ジョホールなどの東海岸のスルタン国は20世紀に入ってからイギリスの保護下に置かれることになった。海峡植民地は1870年代より英領マラヤの中核としての役割を果たし続けたが、 第二次世界大戦中に日本軍による占領を受けた後、戦後のエリオをマラヤ再編に伴って1946年に解体した。マラヤ連邦の成立とともに、ペナンとマラッカは同連邦に吸収され、シンガポールは独立のクラウンコロニーとなった。ココス島とクリスマス島は1946年にシンガポールの管轄下とされたが、 それぞれ1955年と1957年にオーストラリアに移された。ラブアン島は1882年から1963年の一部となり、後にマレーシアの一部、ケンサバ州となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。